YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。青木です。実は昨日、明日第6回似顔絵オーダーライブを開催しますという告知動画を出したばかりで、非常に恐縮なんですが、その開催中止のお知らせと、あとはですね、コロナの疑いがあるという状況でして、そのご報告で動画を撮っております。すみません。まずですね、明日、夜10時から開催予定でした、似顔絵オーダーライブ、楽しみにしてますってご連絡いただいてた方もいらっしゃるんですが、本当にすみません。昨日告知動画を出した時点ではまだ体調もそんなに悪くなくって、なんとか今回2名様にして、ちょっと時間も短めにすればいけるかなって思って、それで出したんですが、ちょっと今日になってですね、体調が悪くなってしまったのと、あとは熱がちょっと上がってきてしまったんですね。普段平熱がだいたい36度台前半ぐらいなんですが、今37度、まだ微熱ぐらいではあるんですが、そう、普段なかなか風邪ひいても熱を出さないので、ちょっとこのぐらいの熱でもちょっとフラフラっとするみたいな、そんな状況もありまして、それからですね、そのコロナの疑いがあるというお話なんですが、実はここ1週間ほど味覚がおかしくなっております。で、これもですね、本当に一時的なものかなって思って、そのうち治るだろうぐらいに思ってたんですが、全く治ることなく、で、ここに来て熱が出てしまったっていうのと、お腹の具合がちょっとおかしいんです。だから咳とかは出てなかったので、もともとちょっとコロナは疑ってなかったんですが、そう、どちらにしろ、ちょっとただの風邪にしろ何にしろ、一回ちゃんと受診をして、それからちゃんと良くなってからまた再開しようと思います。すいません。ですので、ちょっと YouTube のこの投稿の方もしばらくお休みになっちゃう可能性もあるんですが、ぜひまた復活するのをお待ちいただけましたら嬉しいです。もうよろしくお願いします。またこのコロナの検査などもして、そう、それもできるかどうかもわからない状況なんですが、そう、体調も大丈夫だったら経過報告なども上げていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。